うわすごいな。皆さんこんばんは。今日は7月の31日ですね、水曜日、大阪駅です。本日大阪駅にはですね、2つの商業エリアが新たにオープンしまして、私たちが今いるのはですね、そのうちのキッケというところです。でもう一つがですね、イノゲート大阪というところになっているんですけども、オープンして当日の様子をですね撮りに来ております。まあ最近コロナも入り始めたということで、念のためまあマスクをしてロケをしてます。まあ、なのでちょっと声がねいつもより鼻声かもしれないですけど、青木さんはね、コロナかかってないので、はい、安心してください。はい、ということですね。いやすごいな、こんなね吹き抜けがある施設ね。まあ、名古屋駅にも実はね切ってもうね10年ぐらい前かな、8年ぐらい前かなにできたんですけど、この大阪駅にもですね、同じ名前の切ってって建物ができて、まあ、全国で何番目なんかな、結構ですね、いっぱいあります。で切ってっていうのはね、本当切って郵便切ってのことなんでね、こちらちょっと見てまいりましょう。そう、あんまりね取り上げられてる、ニュースとかではね取り上げられてないんですけど、まあ、こんな形でね大阪駅、こっち下で阪神電車とか通ってるんですけど、その辺ね便利になったよっていうのはね、レポートされてるんですけど、これ見てください。これ郵便局があるんですよね。そう、郵便切手の、ことなんですよ、切手って。つまり、まあ、郵便局の、ね、グループが、持ってる、そういった建物ですね。はい、こちら切手っていう名前になってるんですけども、時刻がですねもう夜の7時前なんですけど、まだ普通にね郵便局やってるんですよね。そう、郵便局って結構の5時とか、ね、終わっちゃうような、ね、ことが多いんですけど、実はここの郵便局っていうのはですね、結構遅くまでやってるということで、字幕にね何時までやってるかって出しておくんですけども、書き留めとかをね送ってもらって、不在の時とかね、まあ、近くの郵便局とかに転送してもらったりとかしてるんですけども、まあ、5時とかまでしかやってないと、本当平日とかね、無理な、ちょっと難しいんですね取りに行くの。でもここはね結構遅くまでやってるということなので、まあ、電車をね乗り換えるついでとかにですね、ここに転送してもらって、それでですね、夜に取りに行く、そして、ついでにですねこの辺で、ご飯食べたり買い物したりとか、そういうのができるんですね。さあということで、キッチンの中入っていきましょう。意外とね人が結構いるんかなと思ったら、あんま密集してないですね。まあ、もともとこの敷地が広いんですよね。はい、で僕が一番ですねこの、切手の中で注目していたところはですね、アンテナショップ街なんです。そう、全国いろんなねところの、名産品が揃う、街がこの切手の2階に形成されています。ちょっと歩きながらね無理なんです。ちょっと広場みたいなところで止まってるんですけども、ね、さっき新潟がありますけど、北陸とかね、こちらにはですねちょっとラベル見えないんですけども、兵庫県のお土産屋さんなんかがあります。そう、関西のね近いところでも、こうやって出店してるんでね、なんか謎のエリアがあるんですけど、ピックアップって書いてありますね。なんかさっきからいろんな言葉で案内してるんで、今観光なんで分かるんですけど、これシャンプーの自販機らしいですね。日本でめっちゃ使われてるシャンプーだよみたいな、こういうエリアができてるんですね。なんか本当得意な自動販売機、特殊な自販機が売ってるところで、こちらはこれも飲料の自販機らしいですね。ここもねなんかあんまりニュースで見なかったですよね。ちなみにこれ愛知県小牧市の、飲み物だそうですね。はい、愛知県出身なんですけど、こんなのがあるなんて知らなかったですね。さあ、そして僕が一番ね楽しみにしてたのはここです。北海道うまいもの館ということで、まあ、ララポートとかね行くと関西でもね最近増えてはきているんですけど、大阪のね都心には、こういった、物産展ってね今までなかったんですよね。はい、なかったんでね、もう大阪駅からすぐのところにこんなね、はい、まあ、お目当てはねもちろん北海道限定の札幌クラシックでございます。ということで今日はねそれを買いに来たんですよ。実は1階にやってきました。変わってもう一つですねできた、今日できたところを見ていきたいと思います。はい、イノゲート大阪ですね、この1階からですね繋がっているそうです。はい、こちらがですね、さっき言った広場 でこっち向くとですね大阪駅の西口があります。この通路がねこんなに人いるの初めて見たんですけど、そう、梅北新駅、ね、去年できた時にここってできてるんですけども、めちゃくちゃ人がいないところとしてですね、でもですねここの通路こそがですね、まさに今日オープンした、先ほどの切手とそしてイノゲート大阪を結ぶ、重要なですね役割を担うことになりましたんで、こんな形で人が、多くなっています。あ、なんかいつもここ使うんですよ、空いてるからね。なんか別の場所にいるみたいですよね。でこれまではですね、今歩いているところぐらいまでしかですね、一般の人は入ることができませんでしたが、ですね
今後はここから先も入ることができます。非常になんか新鮮な感じですね。でこれもねあんまりなんかニュースとかで言われてなかったんですけど、阪急電車にもですねここから行けるようになってるんですね。さあということでこちらがイノゲート大阪でございます。でなんかみんな一生懸命写真とか撮ってるものがあるんですけど、これはですねパワースポットだそうです。はい、ちょっと字幕で詳細載せておきますけど、これはパワースポットです。でこれが大阪駅西口ですね。まあなんともアクセスがいい、パワースポットなんでしょうか。はい、エスカレーターで2階に上がってきました。わすごいな、なんかこの感じあれですよね、北陸新幹線の上越美予行駅とかこんな感じじゃないですか。さあそしてここから外に、出てきましたね。あれこんなとこできたんだ、できたんだって感じです。うすごっ。ちょっと待って、サンダーバードとか出るホームのめっちゃ横にありますよね。なかなかこの場所って外から見えなかったんですけど、いやすごいな。そしてこれが、ルクアイーレっていう建物になってて、だいたい分かりましたね。要はこのルクアイーレっていうのはもともとありましてですね、でこれをまっすぐ行くとですね阪急梅田駅の方につながっているんです。なのであそこに見えてるあの出入り口ですね、あそこの見えてる看板あるところまでがですね、までぐらいが今までできていたんですけども、今回ですね新たにこの辺がオープンしているということになっています。うわ何これ、めっちゃ綺麗やんこれ。でこのバルチカ03っていうのはですね、おっさんを、対象にした食堂街じゃない、飲食街ですね。食堂街ってなんか古いなって感じですけども、そんなのが、あるそうです。まあ、今回はねご飯屋さんたちはですね、まあ、今の時間混んでるんで映してないですけど、さあそしてあちらに見えているのが梅田スカイビルですね。ここめっちゃ良くないですか。でもここめっちゃ景色いいこれ、やばいやばいやばい、見てくださいよサンダーバード、ね、今いないからね、あの本当に信憑性が、あるコメントをしている自信がねないんですけど、いやでもちゃんとこうサンダーバード来ますよ。はい、サンダーバードが、来る、ホームをですね、横目に、そう特急列車を、横目にこういった夜景を楽しむことができるわけでございます。これいいな、ちょっと 毎日ここ聞こえかな。さあということで、今回は短い時間でしたが、出来たてほやほや、今日ですね、はい、まあ、あの厳密にはですね昨日とかからプレオープンはしていたらしいんですけども、一般に開放されたのは今日からということで、出来たてほやほやの、大阪駅商業施設キッテとですね、そしてイノゲート大阪を見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。事前にいろいろあのニュースとかね、あと何でしたっけ、エリア情報とか見てたんですけども、あんまり書いてなかったような、あの郵便局がね遅くまでやってたりとかね、あのなんか特殊な自販機が並んでるエリアとか、見れてすごい良かったんじゃないかなと思います。でまあ、あの僕のおすすめはね、まあ、何回も言いますけども、キッテの2階にある物産展ゾーンですね。今回ねあのお見せしたのの他にも沖縄の物産展とかあってですね、結構ねあの大きいんですよね一個一個がね、はい、あのスペースを十分に使ってですね、いろんなものを売ってますんで、大阪にいながらいろんなものが手に入る。でまあ、家にね買って帰るお土産とかね、あの夜自分が飲むお酒とかね、まあ、いろいろねあの手に入りますんで、ぜひね皆さんも活用していただければというふうに思います。そしてまだまだねこちらの方を見ますと、梅北エリアですね、特に開業に向けてどん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 工事しているところもありますので、なんかねますますねこの景色を見てるとワクワクしますけども、そういうのがねまた見れる場所もねこうやって整備されてるっていうのもね、今回また新たな発見だと思います。ぜひ皆さんも大阪駅の新しい商業施設遊びに来てみてください。ではどうもありがとうございました。